小月駅は山口県下関市小月駅前一丁目にある西日本旅客鉄道山陽本線の駅。小月駅駅舎端式、島式の複合型に面3線のホームを持つ中線構造の地上駅。駅舎は端式の1番乗り場側にあり、島式の2.3番乗り場へは、古戦橋で連絡している。上り本線は1番乗り場、下り本線は3番乗り場。 抽選は後日の区間運転列車の折り返しに使われる。下関駅が管轄し、関連会社の JR 西日本中国交通サービスが駅の管理、窓口業務を受託する業務委託駅。かつては電照幕式の発車案内があった。バリアフリー工事に伴い、新たに LED 式の発車案内が改札口の真上と各ホームに一箇所ずつ設置された。 下関市近郊の住宅地に位置し、朝夕の通勤、通学時には当駅から下関駅までの区間運転が設定されている。また二番線は観光列車の話の改装折り返しにも使われる。1975年3月10日に新下関駅に新幹線が開業してからは、駅前商店街の利用者が徐々に低迷した。特に現在は、 郊外型大型店舗などの影響で、歩く以外の店舗では、シャッター通りも目立つようになってきた。駅前は三電交通のバスターミナルとなっている。ただし、小月駅始発、終着の便は少なく、大部分が、駅東側約2キロメートルの大月営業所始発、終着である。駅前には三電交通の窓口があったが2007年に閉鎖された。また、 駅の北側約300メートルの場所にある小月局前バス停留所には山口宇部空港への高速バスが発着する。市のまた温泉へ向かう無料シャトレバスの乗り場がある。毎日2便運行。所要時間45分。ありがとうございます。